どこからお話ししたものでしょうか。お話しします。どうか驚かないで聞いてくださいね。実は私たち人間ではないんです。精霊と呼ばれる存在についてご存知ですか？まあそうですね。私たちはその人間が言うところの精霊なんですよ。精霊、それは万物に宿る者の魂。自然界におけるアニマ、すなわちあらゆる生物や現象に見出せるエゴを持った霊魂の総称。人の言葉で定義するならそんなところでしょうか。それもちょっと違います。私たちはマテリアライズ、物質化してますから、だから血肉のある生き物ではあるのですね。厳密に言うと、そうですね。違います。あなたには多くの霊、人ならざる者とが接触した痕跡があります。これはきっと悪霊があなたを狙っている証です。人ならざる者とはいえ、私たち心は人間と一緒なんですよ。
リカは、ね、猫の精霊にゃけど、ご主人様のこと大好きにゃ。私は年ふりた古い器物の精霊です。私たちはそれぞれある種の動物や年ふりた器物の化身。この世界は思いでできています。すべてのものに魂は宿るのですよ。人の思い、それを映し精霊は心を宿します。人間が自然に対して抱く恐れ、憧れ、憎しみ、喜び、そういったものが私たちをただの現象から心を持った存在に変えてゆきました。そのありようは様々で、人には見えないしわからないかもしれませんが、魂があるのは人だけではない、そういうことです。もうずいぶん昔のお話です。二次大戦中に欧州を視察なさっていた龍一郎様と出会ったのは、龍一郎様は私たち寄るべなき精霊を見ることが、触れることができる方でした。まれに精霊の声を聞いたり、精霊の姿を見たりできる人間が現れます。シャーマン、カンナギと呼ばれる存在ですね。天正院の家には、昔からそのような力、人と人ならざるものをつなぐことのできる力を持った人間が生まれることがあると龍一郎様に伺ったことがあります。そういう意味では龍一郎様もマージナル、終焉を生きる方だったのかもしれません。龍一郎様は我々に約束してくださいました。人の世界が広がり、次第に憩う場所もなくなってゆく私たち精霊に居場所を与えると。そうです、この館はその存在自体が精霊といっても良いほど古く、力ある場所。この館が立っているこの場所も、地脈により私たちが暮らしやすいように選ばれた場所。
私たちにとってここは約束の場所なのです。しかし この館はそれ自体では隠れ里、現実世界と切り離された隔離世にしか過ぎません。私たちが現実に人の世と同調して生きてゆくためには主が必要なのです。人の世とここをつないでくれる存在が。主を得ることによって館は現世とつながり、私たちはこの世界に存在することができるのです。主がこの館にいない状態では私たちの力は急速に消耗します。だからこの館には私たちには主が、天璋院の血を引くアザナ様が必要なのです。この館の住人はみんなご主人様のことが大好きなんですよ。ご主人様がまだ小さかった頃、正一郎様とお母様がこの館にいらっしゃった頃、ご主人様がほんの小さな赤ん坊で、私の指を小さな手でキュッて握ってくれたあの頃から、私たちずっとずっとご主人様とこのお屋敷で暮らせる日のことを夢見ていたんです。龍一郎様は人と人ならざる者の架け橋として、ご主人様に私たちを託されたのだと、そう思います。でもご主人様、選ぶのはご主人様です。私たちのことなど忘れてこの館を出て行かれるのもご主人様の自由なのですから。どうにもまた眠りにつきます。遠い未来、いつか誰かが私たちを見出し必要としてくれるその時まで。この館の名前はプライトリウムソムヌス、古い古い言葉で眠りの館という意味になります。あの日、正一郎様とあなたのお母様が亡くなったあの日から、この館は眠りの封印の中にあったのです。その封印をご主人様、あなたが解いたのです。資格なき者には開けることのできない門を開き、止まった時間の中で生活していた私たちを、
あなたが解放してくれたのです。私たちは望みます。ご主人様が、我々を必要とし、この館の主たらんとすることを。心からお望み申し上げます。ご主人様、人ならざる者とはいえ、私たち、心は人間と一緒なんですよ。つかぬことを伺いますが。
奥の沢駅に行くにはどちらに行けばよろしいのでしょう。私はあれだけの時間、あれだけの距離を歩いて、同じ場所にたどり着いてしまったのですか？
しいのです。ああ、これだから素人衆は。いいですか、専門家の意見をよくお聞きなさい。人と人ならざる者は相入れません。それはお互いがお互いを滅ぼしてしまうからなのです。そうです、人と人ならざる者が出会うとき、そこには食うか食われるかの戦いしか存在しないのですよ。甘いです。そんな甘い考えだと悪霊に取り殺されますよ。